ポンポン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はノキアのスマートウォッチスチールをご紹介します。スマートウォッチというと活動量計に特化したものやカシオのスマートウォッチのようにアウトドアに特化したもの、それからアップルウォッチのように全部入りのスマートウォッチなど様々なものがありますが、今回ご紹介するノキアのスチールは最初にご紹介した活動量計に特化したモデルとなります。このノキアのスチールの概要としては、活動量計付きアナログ腕時計スマートウォッチ、加速度センサーを内蔵し等走行睡眠等のアクティビティをモニタリング、泳ぎを自動認識し水泳時間消費カロリーを記録、50m 防水機能付き、優しいバイブレーションで目覚めを促す、端末へ接続すると自動的に時間を合わせる、海外へ行くとき自動的に現地の時刻を調整することができる、ボタン電池を使用するため充電の必要はなく最大8ヶ月駆動します。ガラスを軽く2回タップするとアラームを設定することができます。以上がこのノキアスチールの概要です。個人的にはバイブレーションによるアラーム機能が結構便利なのではないかと思います。というのも塾の帰りなど結構疲れている時はついつい電車の中で寝てしまって降りないといけない駅を寝過ごしてしまうことが結構あるんですけども、そういった時にこのバイブレーションで起こしてくれると周りに迷惑をかけることなく目覚めることができていいのかなと思います。またこのような外観ですが、50メートル防水がついていますので、日常的に水のかかるような場面のほか、水泳にも使えるということで結構安心して使えるのではないかと思います。なんといっても便利なのが、ボタン電池を使用するので、いちいち充電する必要がないというところが結構便利なところではあります。例えば、Apple の Apple Watch の場合、必ず1日に1回は充電しないと使えなくなってしまうと言いますので、そのような煩わしさがないというのは結構いいんじゃないかなと思います。今回ご紹介した Nokia のスチールですが、すでに発売は始まっていて、現在の価格は約1万5000円となります。割と多機能なのに、価格は比較的安いということで、スマートウォッチの中では結構おすすめなモデルではないかと思います。特に外観がスマートウォッチっぽくないので、普段使いの時計として使っても全く違和感はないと思います。今回ご紹介したノキアのスチール、販売店のリンクを概要欄に貼っておきます。価格や詳細のスペックが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。